いや、ハンドメイド系バーチャル YouTuber のペンタゴンだぞ。今回はオリジナルモールドを使ったレジンアクセサリーを作っていくぞ。じゃあ今回使う素材はこちら。クリアレジン、人魚の涙、オリジナルのレジンモールド、ドライフラワー、紫色のラメかな。今回はハーバリウム型のレジンアクセサリーを作っていくからな。モールドにクリアレジンをいっぱい入れて、頭の部分にも爪楊枝で細かく入るようにやっていくぞ。こういった細かいところってたまにレジンが入らなくなるから、爪楊枝なので伸ばしてあげると結構入るぞ。次に使うのはこのドライフラワーだな。主に緑色の葉っぱと赤のドライフラワーを入れていくぞ。前にレジン作家さんの作品を見ていたら、ドライフラワーだけ使っている作品があったんだけど、すっごい綺麗だったから、今回はそれを真似しようと思って作っているぞ。次は紫色のラメを端に入れるぞ。ピンセットでツンツン、なるべく奥に押し込んでいるぞ。全部入れたら一旦固めるぞ。固めたらモールドから出すぞ。お、いい感じにできてるな。でもちょっと周りにギザギザとかバリがあるから、紙ヤスリで磨いていくぞ。紙ヤスリで磨いたら、最後にコーティング液を全体に塗っていくぞ。これで完成。ハーバリウム風のレジンアクセサリーだから、わざと気泡を入れてるぞ。あとはこれをネックレスにしたりイヤリングにしたりできるぞ。一応想定しているのはイヤリングだぞ。じゃあまたレジンアクセサリーとかを作っていくと思うからよろしくな。それじゃあ次の動画か生放送で会おうな。おつーぺんぺーん。俺のチャンネルでは動画投稿は毎週土日予定、生放送は毎週水曜日予定だぞ。チャンネルトップの今後のライブストリーミングのところに週間予定を貼っておくから確認してくれよな。あとハンドメイドイベントは Twitter で毎月行う予定だぞ。気軽に参加してくれよな。